が踊ってくれないと。もっともっと踊れるよね、皆さん。踊れますよね。まだまだ踊れないと、どんどん。もう一度、皆さんで。ちょっと今踊ってない人たちもぜひ今のうちに園に入って踊りに参加してください。そして今回この歌っている歌は召し上がりのために作った歌詞で歌っております。西にキッズボンダーファーズの皆さんやキーズ楽団の踊り手の皆さんも歌いながら踊っているんですけど、この歌詞は歌える人は一緒に歌ってほしいんですけど、最初青空広がる西新井大師大師様、大師さんは裏の庭で沼で、裏に沼があったそうです。でそこでイカダに乗ってトムソーヤのようにザリガニ釣ったり釣りをしたりしていた昔の話を聞きました。それを元に作っておりますので、青空広がる大師様、裏の沼でザリガニ西新井のトムソーヤたちで、かご下げて夕暮れ商店街、いつも酔ったあの町工場、なんか懐かしい人もいますかね。みんな町工場に寄ってましたかね。でこの後なんか夏が来るとマンションから東京マリンというネオンが見えるらしいんですね。夏が来れば東京マリン、今日も街はカレーの匂い。これ本当なんでしょうかね。なんかカレーの匂いがすることが多いっていう話を聞いて、こういう歌詞になっていますが、皆さんどう思われたでしょうか。じゃあ分かる人はちょっと歌も口ずさみながら、ちょっと本気のシャボン玉の量を見たいので、皆さん歌いながら踊って思いっきり。本気のシャボン玉が見たい人、はーい。お、まだちっちゃい。西新井の人元気ありますよね。はーい、よし。いけます。じゃあ皆さんで最後ちょっとみんなが踊るまでやろうかな、ずっと繰り返し。全員踊るまでやめれないよ、もう。いけます。じゃあお願いします。Thank you.
ここまでいいよっていうところまで寄ってシャボン玉の写真を撮っていい時間にします。